え？カメラを付けないで。スマートグラス？うん、あーなるほど。カメラが付いてたら例えば英語の本とかサイトを見たらそのままさ、うん、翻訳されたりさ、うん、めっちゃ便利やと思うな。これ録画せえへんかったらええんじゃん。カメラついてても。デジタル化されたものは絶対どっかで録画。キャッシュには残ってるやろし、どうだろうな。そんなもんでも市場の要求があったら出るんちゃう？バイクのヘルメットを今一生懸命作っとるけどな。この情報がこのシールドに出るみたいな。カーナビみたいね。まあまあカーナビなのか何なのか。なんか将来あれやな、バイク乗りちゃうから歩いたやつみんなヘルメットかぶるよ。いや。いや、それこそ今言ったスマートグラスでさ、要は。スマートグラスカメラつけたらあかんやったら、ヘルメットつけてもヘルメットみたいなかぶってあるんだよ。歩行者。いや、ヘルメットの方がカメラついてへんかもしれへんわ。最後やっだけど、アップルのスマートグラスじゃなかったらついてるな、カメラが。うん。いや、アップルのまだ出てへんけど。うん。そんなん俺つけたことないから、どこまでの音ができんのかわからへんけどさ。そりゃまあ画質なり、音なりはそれなりに劣ると思うねんけどな。物理的なやっぱ大きさの性能ってやっぱあるやん。まあまあでかい電池がつくらへん、重たいとか言うたらもあるし、そのでっかいレンズがつけれへん。あれちゃうの、お父ちゃんのためだ。人の名前覚えるのが苦手やからさ。人の名前覚えるのが苦手やから。あパッて見た時にあのその人の名前が素晴らしいなそれ。なんか失礼に当たるやろ、何遍も。いや、そうそれ激しく同意するわ、ハゲちゃうっちゅう。これで2キロもあんねん。今回の問いのが全員解決。いや、まあこれはもう俺の横着というか めんどくさいあれで。まあ個人の意見はもちろん尊重するから、チャウ装備はしたい人はしてもたらええ思いけど、ちょいナムもあれやけど、ナムナムも考えなあかんしな。ナムナムは共産軍で行くかやな。いや、俺がめんどくさいだけやん。あのカメラのセットアップが。もう大丈夫や言うとったけど。いや、いまいちなあいつどの程度のあれなんかわからへん。何日入院したとかさ、どの部分が例えば右腕だけやけどしたんやとかさ、なんかまああるやんか。そういう具体的なことは聞かへんかったやつ言いよらへん、境に。そうするゴールデンカムイにのっぺらぼうみたいになってたら狙撃しなあかん。まあゴールデンカムイもおもろいけど、最近見たやつでちょっとおもろかった、あのあれオッドタクシーってやつ、ネットフリックスやってる。あ、ちゃうわ、アマプラでやってたな。アニメやで。アニメがあんまりな。いや、しかもキャラクターみんな動物やねん。で、主人公は
セイウチ。え？セイウチ。セイウチ。あ、セイウチか。やばいな、もう。ほんで、タクシードライバー。で、話的には結構な、その昔の日本のハードボイルドの、なんかこの探偵物語とか、俺たちは天使だみたいな、ちょっとノリやね。あのちょっとおもろいで、なんか人間関係もやたら どこにでもつながってるみたいな話で、で登場人物が動物なんも実はちゃんと理由があって、最後にそのネタ明かしがある。見てへん。それ何やったっけ。ダーククリスタル、大昔やったカペット人形が出てくる。あそこ、今じゃやったら別に。いやいやいや、それも作品に思い出がないやったら、まあ、バスもあんまり関係ない。見たことないんちゃうかな。え、用はどうせやったらトラックで迎えに行けるから。人形全部人形それできんやで。人形でやってんやろ。人形でしたけど、よくできてんねん、まだそれ。へぇー。早くデザインとしたら。人形でやってるやつでおもろい。見た記憶があるのはもうドリフの最有機ぐらいしかないわ。そうじゃね。じゃあ多分おすむら見てへんよな。映画版もこの昔。トラック東海道時代があって、ネットフリの方でやりましたけど、いまいち見る人いませんでしたっていうね。あそうやろな。ブラジルも探したけどなかったもん。ここぐらい。え、未来世紀ブラジルか。あれはわし、DVD あったし、戦車は乗せてもらったんけどね。ちょっと前に映画館でやるよって言うけどな。戦車の上の朝10時からのっていう、なんか要はリバイバルで昔のやつやるんで。でそれにコメントしてる人が、え、これって人気のある映画をやるやつじゃなかったでしたっけみたいな。ほんまに振り落とされそうやし。いや、ブラジルは人気はないでしょ、みたいな。ガクンなんだよ。めっちゃ声にいる人は人気あかんやろ。いや、でもな、ロバート・デ・ニーロとか出てくるし。まあまあ。あの不条理感の映像を見て、言わせるやつ。ほんまに戦車の荷台とか、後ろの方乗せた。いや、でもなかなか、特にこう、途中がなんかこう、だれてくるというか。今の人間中慣れに弱いから、ね、うん、早送りとかしてしまいそうで、あと脱走で映画早送りはしたことないな。見たいとこだけ見たいときは別やけど、これ映画館行っても途中連絡しまうの。あ、いいやいいや。シンゴジラどんだけ寝たった。ゴジラで寝るんや。うん、俺 あの人の なんか惜しいやったっけ。え、シンゴジラやろ。あれ忘れた。忘れた。合わへんのかい。友達になれへん。何一つ合わへん。あ、そう。まだ広角機動隊のやつの方がまだマシや。広角機動隊はでも押し守るなのか城政宗なのかってとこやわな。また違うやん、テイストがな。さあテレビ版とか全然ちゃうしな、広角も。でもな、テレビ版見とくとな、すごいな、バックグラウンド増えんねん。そう、バトーがどういうやつやったとかさ、他のメンツの話とか結構出てくるから、それ見た後でもう一回映画版見ると、あ、なんかちょっとこう人物像がもっとこう深く見れるというか、要はあるわ。まあでもアマプラとかでも見てるやつが気がついたら終わってるとかな。いや、ああ、この前のあのあれで終わったのみたいな。ひどいよな、あれ。よいしょ。あ、ついてる。